また小林インコース。すくい上げた、センター。さあ、これはタッチアップどうだ。木浪がスタートを切った。バックホームはされません。で、また邪魔になるのはこのストレート強いんですけども、はい、左バッターのインサイド投げてるんですよね。ああ、ここは外。空いたボール効きますよね。岡本に関しては打球の方向角度という話ありましたが、右方向、岡本の打球は伸びてどうだ、スタンドに入った、ホームラン。次が101球目、外、三遊間取った、さあダブルプレーを取りました、取りました。取った、サード若林一塁送球、スリーアウト。高木、おインコースに行く、シュート打ち取ったか、サードゴロ、セカンド送球、一塁転送、ダブルプレー、大竹小林ガッツポーズ。三振、試合終了、ジャイアンツ逃げ切りました、2対1。4番の岡本の逆転ツーラン、1点のリードを守りました。桜井高等7勝目。